ギュンメネン城は、スイスのベルン州ベルン中央区、ミューレベルク市、ギュンメネンにあった平城で、現在は城跡のみが残る。神聖ローマ帝国の帝国城塞の一つ。サボヤクピエトロ2世ローマオールドルフ1世、ギュンメネン城は、セイリンゲン家かあるいは、ブルゴーニュ家によって、おそらく12世紀に建設されたと考えられる。グラースブルク城や、ラウペン城と同じく、 ゼンス川とザーネ川の流域を防衛する目的で、ムルテンとベルンを結ぶ、経路上でザーネ川の都下点にあたる、戦略上重要な土地に建てられた。1319年の文書に、帝国城塞としてのギュンメネン城とその城下町が、歴史上初めて現れる。1259年に、サボヤ博ピエトロ2世が、神聖ローマ帝国から城を咀嚼した。 しかし1282年には、ハプスブルク家のローマ王オールドルフ一世が、サボヤ家の支配権を返上させ、マッケンベルク家の騎士ウルリッヒに渡す制約をした。1319年、マッケンベルク家は城をフリブールに売却し、以後1325年まで、ブイッペン騎士団が領地を支配した。1331年には、ベルンとフリブールの間に紛争が発生し、ギュンメネンで、 戦闘があった。ベルン軍は、ギュンメネン城を包囲し、城と城下町を破壊した。その後、城跡は採石城となった。今日、ギュンメネン城の遺構は全く残っていない。ありがとうございます。